めは9分。夜泣き早碁の映画のロケ地。専門地。台湾に住みたい。台湾に住みたい。台湾が好きすぎて。台湾好き。仕事？仕事大変？探したのやったの住みます。住める。俺の写真を撮る。え、これ台北なの？台北にそんなところあるの？あ、めっちゃいい。自然だ。いいな。めっちゃいいよね。いいな。インスタグラムやってますか？インスタグラム。あ、やってる。友達になる。めっちゃいい。素晴らしい。やっぱね、ツイッター民とは違いますね。インスタやってるってトークのその取っかかりをうちら失ってるからね。失ってるね。我々に足りないものはインスタグラマー。インスタ始めるか。昔もやってたの？あ、本当。遊んだボードゲームを上げ続けるだけのやつやってたんだけど、なんかそもそもあんまりボードゲーム遊ぶ機会がなくなって、麻雀しかしなくなっちゃって。確かにね。麻雀やるインスタグラム上げるか。需要あるかな。日本に来たら教えて。日本に来たら案内するよ。あ、本当ですか？東京だけ？東京だけだけど、東京。持ってたもの。いや、すごいね。ママさんみたいな女性があったら旅はもっと戻るかもしれない。本当？私、向かいのお姉さんに話しかけるの思わなかった。でもね、まつげが綺麗だなと思って見てたら目があって、一発で笑いかけてくれたの。では、ごちそうさまでした。バイバイ。あたし。ではないでしょうか。分かった。法則を決めた。自分が貯めないと希望する量の 70% しか頼まない。どうしよう。よし。どうしよう。中根さんと行ってたら、そう、さっきのは一人で食べてはいけなかった。そうなんだ。1個楽しい、3個楽しい。ただハマーが聞いて。私今すごく幸せ。